皆様こんにちは。今回は1台の Android に複数のユーザーを登録できるマルチユーザー機能を解説させていただきます。マルチユーザーは Android にメインユーザーのほか、スマートフォンでは最大4人、タブレットでは最大8人の別のユーザーを登録できる機能です。 Android スマートフォンでは Android 5.0 以降、Android タブレットでは Android 4.4.4 以降で1台の Android に複数のユーザーを登録して、それぞれのユーザーごとに切り替えて個別に利用することができるようになります。例えば1台の Android を家族で切り替えて利用したり、職場やサークルなどのチーム内で切り替えて利用するなど、様々な活用方法があります。また登録したユーザーごとに画面ロックや指紋認証のネクサスインプリントを登録することはもちろん、内部データも個別の領域に保存され、別のユーザーがデータを見ることができなくなっているので、プライバシーは守られた状態で Android を共有することができます。またゲスト機能とは異なり、登録したユーザーが Wi-Fi 設定を変更することもできます。ただしメインユーザー以外はモバイルネットワーク設定を変更することはできません。マルチユーザー機能でユーザーを登録する方法はゲストを登録する流れとほぼ同じです。まず Android の通知領域をスワイプなどで開き、人物アイコンをタッチします。次にユーザーを追加をタッチして進みます。マルチユーザーのユーザーを登録する場合はゲストとは異なり、 Google アカウントの登録が求められます。ただしアカウント登録はスキップすることも可能です。Google アカウントを登録した場合は、通常の Android のように Gmail を使ったり、 Google Play からアプリをインストールしたりすることができるようになります。ちなみにマルチユーザーで登録したユーザーに切り替えても、初期状態では音声通話と SMS は許可されていません。許可する場合はゲストの音声通話を許可する要領で、メインユーザーの設定から行います。Android のマルチユーザー機能は、プライベートと仕事でアカウントを切り替える場合などにも活用できる便利な機能です。ぜひ参考にしてみてください。以上、1台の Android に複数のユーザーを登録できるマルチユーザー機能についての解説でした。